バンベルベル、うねうね、バブン、バンベルベル、うねうね、ウィークエンド。全世界の皆様こんにちは。こんにちは。こんにちは。こちらは鹿児島の南日本放送のスタジオです。たった今、私どものラジオ番組、うねうねウィークエンドが終わったところでございます。よはい、すべてのスタッフでございます。イエーイ。どうも元気。はい、うねのさんどうしました？いや触れてくれよお前こんな格好してるんやから触れてよ。何か違和感が？いややりますってこれ、色の着ぐるみでしょ。見たら明らかじゃないですかね。あれ何その反応は。てかみんなこれ普段のうねんさんやな、ね、違う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 、何言ってるあんた、これは着ぐるみですよ。あのいつもこの姿で、うん、いや違いますよ違いますよ、あんた清掃です、ええ、清掃じゃないですよ清掃じゃないですよ、うん、これはまあよく似合うんですね、デスクでもこの格好ですこう被っちゃうとほら、ええ、ねあのこれあの通販で買い求めたんですけれども、買ったん、ええ、でもう来たくて来たくてたまらなかったんです。うずうずしてたんですね。もう2月中に帰ってたんですけど、うんうん、また来ちゃダメって言われてて、でも今回はもうたまらんようになって来ていいって聞いたらいいですよって言われたので念願かなったんですね。念願かなったんですね。通販、え、通販、通販おいくら？これ3000円ちょっとでした。姉さん何歳？僕50今年2歳です。はあ。どういうことだそれは。ちょっとね自慢がね。自慢なんですか？尻尾がついてる尻尾。おお。はみんな拍手拍手はい。よし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 。よしよしよし。よし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 。あのうんこじゃないです。はいお座り、はい、お座り。お座り。はい。振り子にしてて。これ上でお前。え？ちょっと待って。犬にするようなねそういうその命令はやめてくれる？つい従ってしまうやないですか。ついついうっかり従っちゃうね。ディレクターはハウスって言ってますよ。メインパーソナリティなのにね。昔も今も僕学生の時もハウスとか言われてましたから。なんでやろうな。そうなんですよ、ね。犬だからです。それはそうですよ。犬っぽかったよね。みんなの気持ちわかります ね、 ね、はい。犬です。さあということで今回のうねうねウィークエンドは、はい、あと少しもう少し話、まあ、3月ですからね、はいはいはい、あと少しで卒業とかいろいろあると思うんです、うん、といったことで皆さんご意見伺いましたけれども、うん、非常に面白かったですね。面白かったですね、卒業のお話ではちょっとほろっとくるようなところもありましたよ、うん、小学生のね、うん、女の子とかあの中学生の女の子とかね、うん、あのなんかほらそうかっこいい3年生の先輩が卒業しちゃうんです。あいやいやいや、そこが2年生ではいかんわ、いけない3年生じゃないとなんだかんねんな、うん、まあそういうこっちゃ、青春ドラマですね、青春ドラマです、うん、あの印象に残ったのは50歳の女子大生になるというね、ちょっとそれは文言としてどうかと思うんですけど、でもね50歳になってもね、あの学ぶ気持ちを忘れないということ、あと少しで、うん、あの試験があるんです、ほう、大学の入学試験、君ら現役の大学生短大生もおるけれども、うん、え、そういうのをちゃんと見習わないかんよ、50歳にして女子大生にならはんやで。まあでももうすぐ52歳になるのにこの着ぐるみっていう方もねそうだね、50になりますし、弱い52にしていろんなね人生の先輩がいらっしゃいますよね。まあそう、要するにその楽あれば食わりや、どんな裏表があるじゃん人生ちゃうな。どういうたらいいのかな。みんな浮かんでおけば、よろしいかとね。ほんまにこの呆れてるなお前ね、あれですね、あのメッセージ言ってもいいですか。どうぞ、はい、あのツイッターにですね実は新潟から、ね、新潟、新潟、すげえ、書き込んでいただきまして。あ、そうですか、ツイッター恐るべしですね。そうなんです、ミスターガマガエルさんなんですが、新潟っぽいですよね、うん、ペンネームが。そうですか、なんで、わからないなんで、わからないですで口から出任せる何を大丈夫です、聞いててくださいね、顔が歪んでて、ね、かなり歪んでますよ。ウニノさんお座り、座ってる座ってる。でね、このおまけを新潟で見てくださって、はい、ウニウニ面白そうですね、聞きたいんだけれどもラジオは聞くことができないですということだったんですが、そちらはいかがですかと返信しましたところ、うん、ミスターガマガエルさんは、うん、自称ですが、うねうね新潟駐在のミスターガマガエルと申します、うん、つい先日こちらは雪が降りました。あ、そうですか、今もまだちょっと肌寒いです、ね、でも少しずつ暖かくはなっているみたいです、うん、もう少しで春が来るのを感じます、うん、鹿児島県はいかがでしょうかと。ねえね、今シーズン新潟とか北陸の方はもう豪雪に見舞われましたからね、雪国の皆さんというのはこういうまともなことを喋ってでも犬っていうのがね、うん、雪国の皆さん、おかしくて
いや、雪国の皆さん、ほんま春が待ち遠しいでしょ、まあ、ちょっとあげませんか。あんまあげるとね。ちょっと可愛いですよ、これも。安かったから若干あのやっぱりあのフィット感がね。うねのさん、サンマのまんまに出てますよね。ああ。ママちゃん、ママちゃんね、うん、ママちゃんの着ぐるみはもっと上等ですけどね。ね、新潟ですよ。新潟雪がね、すごいね。ね、今年は雪下ろしなんかも大変そうでしたもん ね、うん、ね。どうですか、雪の方は。まあもうそろそろ、まあもう3月ですからね、はい、雪解けシーズン迎えて、春をもう間近でしょうね。どうぞあの鹿児島もまたちょっと寒いんですけれども、まあそちらの寒さに比べれば、はい、もうそんな雨へでもないと思います。どうぞあの暖かい春もうすぐ来ますから、あともう少し、もう少し我慢してくださいね。新潟とか桜とか綺麗やろね。綺麗でしょうね。酒もうまいしな、すばらしい。ああ、酒どころですからね。なあ、うまい。いい米が取れるところ、いい酒ができる。そう、水もええやろしな。で、海産物もあるし。そう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 。米も美味しいね。ね。みんなでいっぺん新潟行ってみようか。すぐその気になるんだが。着ぐるみで。じゃあ旅費はうねのさん持ちでね。うん。いいね。よ、神、神様。ギッシャで行こう、ギッシャで。犬ぞりかなんか、犬ぞりかなんか。犬なのにギッシャ。犬ぞりやったら近所の犬に声かけて、あの頼むから連れてってくれへんよ。タロとジロか。本当、ね、愉快なおじさんです、はい、ねえ、本当。さて、次回のうねうねウィークエンド、はい、3月12日の放送は特別番組のためにお休みでございます、はい、そうなんです。ラジオ5&春桜咲くという番組でね、はいはい、なので私たちはレポーターとして外に出ることになっておりますが、うん、その翌週3月19日のうねうね、うん、テーマは今日は一日ピンク三昧でございます。やり残した、いろんなピンク、うん、やり残したピンク三昧おかしいですね、うん、いろんなピンク三昧があるかそう、うん、こらやり残したピンク三昧、まあ、じゃあささやそういった方向性のお話を。いやいや違うんです。ここからちゃんと聞いてくださいね、はい、あの弥生3月桜もそろそろかという、桜もそろそろかというこの時期ちょっと動揺しました、はい、あの頬がピンクにポッと染まるようなあったかい幸せのお話もあるんじゃないでしょうか。春らしい心が優しくなるような、そんなピンク話、やり残したじゃなくてピンク話心がほんわかするようなお話をお寄せください。まあピンクというと春のイメージですよ。そうですよね、まあ ね、うんうん、ね、桃色って言ってもいいかもしれませんけど、桃色までも、ね、好きだな、好きですね。さすがに今日ピンクだ、ピンク、ピンク、そうそう、ピンク、ね、もピンク、そうですね、なんかいいことありそうな気がしますよ ね、 すね、ピンクってね、諸君はどうや、あのなんかピンクの話あるかどうや町田さんマチ、私好きな色が青で、あの身につけてるものとか服とかがほとんどもっぱら青なんですよ。だけど大学生ぐらいになってから割とピンク色の小物が増えてきました。そうですか、女の子やね、女の子や、ね、やっぱね、まあ、女の子みんな目を今日合わせないですか、そのピンクの話っていうと男性陣は何かあるんじゃないですか。林くん友達いる、うん、僕あの、うん、よくピンクの桃引きを履いてます、はい、桃引き、ピンク色の、まあ、目立ちたいがために脱ぐチャンスがあるわけ、それは、まあ、何かあれば脱げる何かあれば脱げる、はい、いいね、はい、備えておくことは大事ですよ ね、 いいね、ですよね、成長したの林くん、ですね、軍事の基本で備えようというのね、うん、違う軍事かあ、あと山崎くんはどうですか、はい、あの優先順位低いですまあピンクっていうか、まあ、下ネタは大丈夫、いいですよ、まあ、全世界に放送されることを覚悟の上やったらなんか僕らのピンクネタっていうと、うん、昔はこう雑誌とかだったらしいですけど、はい、最近はこうハードディスクっていうのが定番になってまして、うん、僕のそのそれ用のハードディスクはピンク色のを用意してます、うん、山崎、はい、ぶん殴っていいかなんかハードって聞くとハードコア、やっぱりダメですねダメです、トリンキー、トリンキー、はい、あんまピンクとはあんま言えんかったどうやろ、なんかあんないか、ピンクなお話、そうそうですね、そうそうそうあの小学生の時にですね、うん、あのナンバープレートって色がいろいろあるんですよ、す車の、あります、ね、であれ見てピンクが一番でした、なんか、なんかピンクを見かけたら、二輪車ですよ、あ、二輪車なんですか、うん、ピンクを見かけたらラッキーだみたいなやつがありました、
あ、そういうのを自分でルールとして作ってたの。いや、なんかもう周りでなんかそんなルールができてました。いつ高校の時に。小学生の時にさ。あ、小学生ぐらいでわけのわからないことしますよね。あ、ポリンキー髪の毛切ったの？はい。なんで？つまるんだよ。え？特にないっす。食べてそれかい。しょうがないなこれ。巻きも入ったよ巻きも。3月19日のウネズミウィークエンド、どうぞ皆さんお楽しみに。10あ12もお楽しみになっていただきたい。12は特別番組で、特別番組で19ですね。12日スタート、12時スタート、12時スタートなんで、3月19日のうねうねは、それも忘れのないようによろしくお願いいたします。はい、周波数は 1107kHz でございます。どうぞうねうねお気になってください。犬は帰ります。ハウス